今日も声は出ませんはい、今日も声が出ませんが30分なので頑張ります。今日は、まあ、メイクは一緒なんですけど、新しいカラコンにしました。私は絶対に縁ありのカラコンしか使いたくないです。家からも出ません家からは出ます。今日は公園を見ます。え、なんでガラガラや。地元帰った時に風邪ひいてからもう咳が止まんなくて、その時からずっと喉が痛くて治らないっていうっていう感じ。わ、まさっちさん花火ありがとう。ザミニさんも花火ありがとう。母ちゃんさんもありがとう。ともみ花火ありがとう。なんか久々に配信するとなんかどうしたらいいか分かんなくて結構やばい。大人っぽいです。ありがとうございます。今日なんだっけ、この今回のテーマが夏の思い出みたいなやつなんですけど、それはあの人が集まったらにします。もう絵心ほんとないから絵心はもう上達してなくて、なんかリオピみたいな絵は描けないので、ちょっとね手を抜いてしまいましたね。伝わればいいかなみたいな。マリナちゃんハートありがとう。キンキンさん花火ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。猫の絵文字可愛い。私も最近ねハマってますこの猫のもう描き終わってはいますよ。昨日新しいポジションもやって西山レオちゃんと被ってて、そうなんですよね。でもまだ自分のポジションがちゃんとできてない、ちゃんとできてないっていうか、ちゃんとやってからぽいです田んぼ走ってる絵、まあねそれも描こうと思ったんだけど、人が走ってる絵ってめっちゃむずくない？棒人間すら私描けないんでちょっと危なくてやめました。カラコンはなんだっけ、カラコン何使ってるっけ、あれ、うわ何使ってるっけ、あのブランドですよあのブランドです。あのなんだっけ、ちょっと忘れちゃった、忘れちゃいました。ちょっとルームスに書きますねルームスのあのあれに書きます。早くプキノに会いたい。本当にそう。アイスのあたり交換した、昨日の夜に買いに行って今日一回も家出てなくてこれから家出るんですけど、ちょっとなんか交換ってなんか恥ずかしくないですか恥ずかしいからやったことないんですよ。私結構当たり出したことがあって、ちっちゃい頃とか一回も交換したことない。いや、あかりんさんのやつじゃないんですよね。でもなんか使いたくて、なんか私あんまり同じカラコンを使ってなくて毎回変えてます。アイメイクはいつもと一緒ですけど、ほんとカラコンで変わる。というわけで私の夏の思い出を皆さんにお見せしたいと思います。やっさん金魚ありがとう。れいこさんハートありがとう。まりなちゃん花火ありがとう。わんわんさんこれも花火かな、ありがとう。
はい、ということで私の夏の思い出、まあキャンプじゃなくキャンプとか書こうと思ったんですけど、リオピが書いてて、でね、あんなにね上手に私は書けないと思ったので、もう一つの思い出を私は書きました。じじゃん、見てください、この緑。はい、これは地元に帰ったよって書いてあります。地元に帰ったよはい、地元に帰りました。この緑はマジ本物って感じです。はい、森の中みたいなマジ道森みたいですよね、本当にそういう感じです。なんかチカッパもね描きたかったんだけど、ちょっと本当に描けなくて一回挑戦したんですよ、描くの無理で、ちょっと私にはこれしか描けない、家しか描けなくてこれにしました。はい、ね、これちなみにこれは木なんですけど、これは山ですね、山木、これは稲です、稲お米。実家で何してた？実家にね、実家で何してた？実家なんかね、正直ね、地元帰るとね、おばあちゃんちとか、わっ田中美空がいる、嘘つくな、初見。あの実家ね帰ると特に何もしなくて、わざと何もしなくて、なんかおばあちゃんちとか行ったりするんで、なんか実家の思い出はあんまりないけど実家の思い出はないけど、あのおばあちゃんちとか友達と一緒に遊び行くっていうのはあります。はい、本当にどうもりみたいだよね、この絵心のなさ。保育園児の方が上手なんじゃないかっていう感じ。やっさん、花火ありがとう。とんちゃん、なんて読むかわかんないけど、ハートありがとう。はじめまして詐欺をしないでください本当に、実家だってさ、実家に帰る4時間かけて帰ってさ、何もしないのはさすがにちょっとプライドが許さないんで4時間もかけて、4時間も電車に揺られて何もしないで帰る、また4時間揺られて帰るのはちょっとしんどいんで、まあ、思い出を作ろうみたいな感じで。でも結局ね、なんか3日とかしか入れないんで結局何もできないんですけど、空気を吸いに帰るみたいな感じですね。タッチュンさん、花火ありがとう。ヒデさん、花火ありがとう。イッチタコありがとう。私は昨日タコを食べました。こうやってね、タコがあるじゃないですか、それをこう切ってちっちゃく、これをあの塩コショウとごま油で炒めて食べる、おつまみみたいな感じ。ガリガリ君引き返してないです、なんか恥ずかしくて、恥ずかしくて、なんかてかもう捨てた捨てました、すいません、気づいたら捨ててましたね。そう、4時間で帰れるんですけど、こっちに帰ってくるときはあのなんていうの、台風で止まってて6時間ぐらいかけましたね。もっとかかったかな、6時間半とかです。本当に地獄かと思った4時間もずっと座ってるじゃないですか。でしかもなんか結構いろんなね方がね帰ってくるから、台風でもう席がなくて、私のこのスレスレの真横にも人が立ってるんですよ。6時間ぐらいもう気が抜けられないし私やっぱアイドルなんでスマホの中身とか怖いじゃないですか。だから何もできなくて、ゲームもやってないし別に、だからどうしようと思って、
でも寝るって言っても何も眠くないし、でその時風邪ひいてたんですよ私。でめっちゃいろんなとこに冷えピタって帰ってきてたから、もうあんなの人生で初めてでした本当に。もう窮屈で、通路に窮屈でなんか立ってる方がいて、写メ会当選したよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。バスじゃないです、電車です、普通の。横場はねちょっと怖いですよね横場はね怖くてね乗れないんです私。あと普通に三半規管弱すぎて酔っちゃうんでダメなんですよ。あのライブの時とかも、もう本当になんかなんていうんですか、車でどっか行くみたいになっても乗せてもらったりとかしても本当にもうね酔っちゃう。車が本当ダメで電車も無理なんですよ。で普通に自転車も無理みたいな私一回地元で自転車乗ったら気持ち悪くなって本当倒れそうになったことがあります。マジで危なかった、目の前が真っ白になって普通道路のど真ん中で倒れそうになったことがあります。本当にねダメなんですよ。だからあのテーマパークとかの乗り物も一切乗れなくて、もう三半規管がね弱くてめっちゃ笑い声聞こえました外から、奇妙な。なんかさめっちゃさめっちゃ言いたいことあるんですけど、あのなんか昨日あの言っていいのか分かんないんですけど、私昨日ねそれ帰ってた時にあのまあ普通に道歩いてるじゃないですか、で人すごい人混みで、私人のその話が耳にめっちゃ入ってくるんですよ聞きたくなくても。なんかいろんな人の話が耳に入ってきて、である方がなんかすごい、女の子って今までちょっとマスクしてたじゃないですかコロナでみんな、でその男性の方がなんか女性のそのことを言ってて、なんかマスクを取った時にめっちゃ絶望するみたいなの言ってたんですけど、あのそれを言える立場なのかっていうのをすごく気になってしまって、私はすごく羨ましかったです。私は人に言えないです、自分に自信がないんで人にそんなことは言えないんですよ。人にあの子マスク取ったらすごいんじゃないとか自分が相当自信持ってないと言えないじゃないですか。その自信の大きさに私はアイドルとしてわあすごいな、私よりも自信あるじゃんみたいな悔しくなっちゃって、もう負けた気がしましたねあの時は。本当に私も本当に自信を持とうと思いました人にそんなこと言えないもん、私は自分に自信がないから本当に。しかも結構さ大人の方だったんで、やっぱ大人の強さかっていう風に私はもう人にあまり興味がないんですけど、そういう話がめっちゃ入ってきちゃって、もう一人でニヤニヤしながら歩いてました。もう本当に笑いが止まらなくてえ何言ってんのと思って最後チラッと見ちゃったんですけど、もう本当にそういう、そう人間観察がめっちゃ好きなんですよ本当に。めっちゃ好きで本当にさ、もうよく言えるよねっていう感じ。すごい私上から目線の人本当嫌いなんですよ。そう本当にもうね本当面白くてそういうのが大好きなんです私街中歩いてても聞こえるじゃないですか、本当に面白くて面白いなみたいな。でもそういう言える自信は本当に大事です、大事。そう私もいつもイヤホンつけてるんですけど充電がなくてね、ちょっとね持っててなくて、本当にいろんなねことをね考えます、街中歩いてると。ちなみに私あの今日の朝上げようと思ってたツイッターでちょっと
ね、この地元に帰った時の話を書いたんですけど、あげるの忘れちゃったんで。本当に美男美女がいてたら納得する。それはどうだろう。そもそもそんな話しなくないですか、普段生きてて。あの子マスク取ったらどうなるんだろうとか。そんな話します、普段。私はしないですよ。みんな違う種類で可愛いんですから、そんな話はしません。いろんなタイプがあるじゃないですか。だって普通にね、普通にさ、例えば私のこの顔が好きだけどこの子の顔はタイプじゃないとか、逆にこの子はめっちゃタイプだけど私の顔は全然タイプじゃないですっていう人もいるじゃないですか。ってことはいっぱいタイプがあるんですよ、世の中に。それに当てはまってないだけなので、この世に可愛い子しかいないんですよ、本当に。これはマジで本当にみんな可愛いんですよ。これを見てる方もみんなかっこいいんです。可愛くてかっこいいんですけど、そういうことを言う人がいるからこの世には可愛い子っていうのができちゃうんですよね。みんなそれぞれタイプがあるんで自信持ってください。私を自分、今自分にめっちゃ言い聞かせてる。自信持って、みんな自信持って。本当にマリナちゃん、レインボースターありがとう。脱力系デイジーさん、花火ありがとう。北野大志さん、ポーションありがとう。これはポーションっていうらしい。タチュンさん、金魚ありがとう。トモタン花火ありがとう。エリナちゃん花火ありがとう。コトちゃんも花火ありがとう。ヨークマさんハートありがとう。本当にそう、ドリアン少年の歌詞です、本当に本当に。ちょいホームシック、なんか最近そうかもしんない。なんでだろう、最近そうかも。結構どうしよう、本当に絵が上手になりたい。この絶望的な絵絶望すぎる、この絵が。これでも本当地元って感じ。山と木と、これはお米。地元で虫の声だけ聞こえる、うん、です。聞こえるんだね。そうなんです。人の声とか全くしません。人いるのかなって感じですよ、本当に。眠たそうじゃない。え、全然眠たくないです。川はない。川でも、川は私の家の近くにはないですね。私の家の近くは何もないですはい、何もないですね。確かにブロッコリーに見える。嫌だ。回覧板回すの大変なの。いや、意外と家の距離は近いです。近所の、そんなポツンとあるわけではないんで。小学校は遠くはないんですけど、すごい人数は少ないですね。クラス替えとかなくてずっと一緒。13周年ライブチケット全部外れたのゆきのです。マジで。コンビニは歩いてすぐあります。なんかとにかくスーパーとか
コンビニとかはあるんですけど、あの山、しかも全部混んでないんですよ、やっぱ田舎なんで。それがめっちゃいいです。だからあのコンビニとかは一応あるんですけど、人がいなさすぎて知り合いになるみたいな、店員さんと顔見知りっていうか、わいつもありがとうございますっていう感じ。あんまコンビニないやん、そういう。近くにスタバはありません。車で30分ぐらいで。なのでこんなにどこにでもあるのはそりゃ太りますよねっていう感じです。本当にね、本当に悪いことできませんよ。もう3秒で噂回ります。本当に人がいないですよね。しかも結構その若い子たちって今大阪とか東京に行くじゃないですか。だから本当におじいちゃんおばあちゃんしかいなくて、今日は12時に起きました。マクドナルドは、マクドナルドも30分かけます。30分ぐらいかな。ただコンビニとスーパーだけはあります。生きていけないので、この2個がないと。ほんとどこ行っても知り合いがいるんですよ。だからね、もう地元帰った時あんまりスーパーとか行きたくないんですよ。もうどこ行ってもいるから、もう本当に本当にでもっていう感じ。昨日友達も高校卒業したら都会に出る人多いのかな。私は知りませんね。友達いないんで、あんまりないんで分かんないですけど、どうなんですかね。しかも私高校入ってすぐこっち来たんで、本当高校の友達が一人もいないんですよ。行って中学の友達とかかな。けど連絡先その子しかなくて、私の連絡先9期生しかなくて、ほんと悲しいんですよね。地元の友達の連絡先全然持ってなくて、2人とかしか持ってなくて、しかもそんな別に話すわけで、まあ、話すんですけど、毎日話すのほんとさゆきぐらいなんで、もうね、なんでこんなに連絡してる人もいないのに携帯をずっと触ってるんだろうっていう、なんですかね。なんでなんだろう、自分でも謎。朝まで携帯かまってるの何やってんだろう自分。本当にマジで本当に連絡先が親と家族と旧期生とマネージャーさんと地元の友達2人。恥ずかしい、本当こんなにも、私は狭いんですか。ことちゃんハートありがとう。わ、韓国語なんて読むんだろう。レインボースターありがとうございます。エリナちゃん花火ありがとう。水原中 T さんだるまありがとう。じゃあそろそろ男女読みしようかな。私がアイドルになってることはみんなどうなんだ、それすらも知りません。だっていないんだもん。友達は知ってますよ。その2人は知ってます。その他は私は友達いないんだよ、知りませんね。この2人は言ってます。受かった時に言いました。オーディション受けてることは言ってなかったです。受かった時に、受かったからもう大阪行くわみたいな感じで大阪来ました。どうなんですか、知ってるんですかね。そもそも私の存在を知らないと思います。影が薄いんで。ワンポールさんありがとう、教えてくれて。果実さん花火ありがとう。ワンポールさん、その友達にも公園見に来てほしいな。そう、見に行きたいって言ってくれてて、だから来てって言ってます。でもあんまり、まあ、狭く深くですよね。確かに確かに
狭く深くではある。でもそれが私はもうとてもいいです。新潟から大阪は新幹線つながってないから不便だな。そうなんですよ、もう本当にそれ早くつなげてください。もう本当にね、乗り換えの時間とかをね計算してね、わこっちの新幹線の方がいいけどこっち乗ったら始発になるみたいな、難しいですよ。出張公演行きたいです本当に。 NGT48 さんの劇場に、広いですよね、とても。 AKB さんとか広いじゃないですか劇場。ウォンボ、ウォンプル、ウォンプルさん、私本当に連絡を返すの遅すぎて本当に本当さゆきごめん、本当さゆきごめん、いつも本当に返信遅くて、なんか見た気になっちゃいますよね通知で。じゃあ読みます、ランキング。皆さんこの後は劇場に行くんですよ。この後は皆さん劇場に行くんですよ。13位キンキンさん、ありがとうございます。12位スイバル中 T さん、ありがとうございます。11位マリナちゃん、ありがとう。10位トモタンさん、ありがとう。9位野原しんのすけのすけさん、ありがとう。8位ザムニさん、ありがとう。7位ヤスさん、ありがとう。6位タッチュンさん、ありがとう。5位コトちゃん、ありがとう。4位カーちゃんさん、ありがとう。3位イッチ、ありがとう。2位北野大地さん、ありがとうございます。1位エリナちゃん、ありがとう、ありがとうございます。劇場近くにいる方はぜひ9期生の公演を見てください。次の配信は板垣小百合ちゃんです。小夜マチュが次の明日の朝の配信です。でも小夜たん結構最近毎日ショールームのやつやってるから見てるんじゃないんですか皆さん。もちろんもちろん見てますよね。本当に早く喉を治します。この間のね、一昨日かな、公演の時もね、もうバレないように咳をしていました。どうでしたか、バレてないですよね。後ろ向いた瞬間とか踊ってる時にもうね、全然辛くはないんですけど、なんかイライラしますよね。本当もういつまでいるんだっていう、この辺が。薬飲んでね、でも薬効かなくて、この辺が。みんなお寿司食べてた。ポストさん、花火ありがとう。ちょっと近々ルームス配信をしたいんですけど、今からルームス配信、あ、でもどうしよう、どうしようかな、今からルームス配信したいんですけどどうしよう、迷います。ルーム配信しようかな、これから。ちょっと10分とか15分だけだけど、そう、ちょっとね、家を出る時間、どうしよう、ルーム配信をしようかなとルームス、これからのルーム配信、ちょっと30分なんですけど、ルーム配信はちょっと公演のことについて話したくて、今日公演っていうのもあるので公演ね、お話をしたいんですけど、ルーム配信見てくれますか、来れる人。はい、それではルーム配信します。これからちょっとだけ公演のことについてお話します。この間言ってたんですけど、ちょっと公演のお話をしたくてずっとします。皆さん来てください。じゃあお願いします。じゃあこのままルームスに行ってください。ありがとう。次は小夜マチュです。
バイバーイ。